ちょっと酸っぱめ。今宵も始まりました、クリスマスのお時間です。僕もお家にもサンタさんがやってくるのでしょうか、もしくは僕がサンタさんなのでしょうか。これをかぶった時点でどっちがサンタさんなのかわからなくなってしまうのではないでしょうか。はい、こんにちは、なすけです。ということで今日はですね、なんとクリスマスの季節がやってまいりました。クリスマスパーティーがやりたいということで、今日はもう完全なるクリスマスパーティー、パーリナイです。パーリーピーポー、パーリナイ、略してパリピ。違う、僕はパリピじゃない。これからですね、この深夜の中、ベルが響き渡る深夜の中、クリスマスパーティーを行います。ということでクリスマスグッズを買ってきちゃいました。行きましょう。見て、やっぱクリスマスといったら何か分かりますか。そう、チキン。昨日の夜からチキンを仕込んでおりました。え、なになになに、チキン、チキン、これをですね仕込んでたんですよ。今日はもうクリスマスを一人でやりたいなと思って、まずはチキンでしょってことでね、チキンをこれからね、これ温めるだけでいいらしいんで、これをねちょっと作っていきたいと思います。今日はもう楽しんじゃいますからね。はい、めちゃくちゃ今宵のクリスマスは一番誰よりも楽しんじゃいますからね。行きましょう。クリアガラスの中にチキンが2本入りました。脂質1本あたり 5g 低い。チンしていきます。チン、え、何、チン、チャーチャーチャー。こんな感じでゆるふわラップクリスマスゴーということでですね、やっとお肉がね、温めるのがすごい時間がかかった。これ見てください、これ。このディズニーランド。ディズニーランドでしょ、ほぼ。あ、あ、やばい。待って、これやばくないこれ。このディズニーランドのお肉と、今回のメインディッシュ。ショートケーキがね、なかったんだよね。でもやっぱ、クリスマスって言ったらイチゴじゃんと思って、イチゴのね、エクレアがあったのが、美味しそう。すでに美味しそう。いちごのエクレアさん、こいつをね、まあ、サンタさんの分も含めてということで、2つずつ買ってきました。これがね2つ並んでおります。そしてそして、フルーツサンド選手の登場です。こちらの選手はね、いちごも入ってるっていうことで、他のフルーツもやっぱあったらすごい彩りも良くなるんじゃないかということで参戦していただきました。今回はね、お呼びしたら結構心よく受け付けてくれました。フルーツサンド選手です。大きな拍手を。そして最後はシュークリーム選手です。いやー、シュークリームがもう大好きだから、サンタクロースさんはシュークリームが大好きだから、見て、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうだけど、これ入るとこないよ。どこに入るのこれ、重ねちゃおうか。どどん、並べ終わりましたと。ウィーウィーシュワーメリークリーム、ウィーウィーシュワーメリークリーム、ウィーウィーシュワーメリークリーム、ハッピーニューイヤー。これどうやって開けるの、こうやって開けるの、全然わからない。これ何、これ、マジでわかんない。気を取り直しまして、いきます。スパークリングワインでございます。これやばいかな、いきますよ、いくよ。これね、これコルクがついてるから、よし、いきます。うん、あ、スパークリングワイン、準備は整いました。久しぶりのちょっとお酒なんですけど、早速メリークリスマス、いただきます。あ、おお、お酒。これね、サムネ撮るのすごい時間かかったんですけど、これタンパク質いただきます。メリータンパク質。うん、うん、これは美味しいわ。低脂質って書いてた割に意外とジューシーだぞ。うん、クリスマスの味がする。これクリスマスの味がするよ。え、油ギトギトすぎるんだけど、これで脂質 6? うん、いや、これはサンタさんもびっくりだ。僕がクリスマスの時はよくですね、ベッドのところに手紙を書いたんですよね。サンタさんにって言って手紙を書いて、ちょっと朝サンタさんが来てくれるんですけど、いつもね DS とかのねカセットを僕は頼んでましたね。今の人たちは DS がわかるかどうかわかんないけど、
僕はもともとゲームが大好きだったから、誕生日かクリスマスしかね、ゲームをね頼めなかったんですよ。で、僕は誕生日が11月だから、誕生日終わったらすぐクリスマスが来る。夏のねプレゼントもらったことなくて、半袖とか冬のね用品はどんどん充実していきましたね。僕はうわすげえ、これ見て、なにこれ、え、うん、なんだこれ、すげえな。こういうの綺麗に食べれないと悔しいよね。ちょっとだいぶ綺麗になってきた。お肉とねお酒が絶対合うのよ。うわあんまこういうの飲まないけどね、ちょっと特別な気分になりますね。甘じょっぱいループいっちゃいます。甘じょっぱいループこれかな、やっぱいちごっぽいの。これね、エクレアいちごバージョン、いただきます。ん、中もいちごだ。んー、おいしい。ちょっと酸っぱめ、いちご感出てる。あー、これはおいしい。幸せだな。このお酒がちょっと高かったんだけど、これ以外ね、お肉これ5個入りだったの。今2個しか出してないけど、5個入りで700円とか。これね、100円とかで、このクリスマスセット買えたから、結構ね、1000円ぐらいでこのクリスマスセットができてしまうという。結構ね、油が高めだけど、週1回ぐらいのチートデーの時ならいいでしょうってことで、こんなね、贅沢なクリスマスツインズができてしまうとは。ということで、これは、フルーツサンド、いちごキウイ、これなんか、パイナップルみたいな、オレンジかな入ってます。これをいただきます。うん、あ、うん、パン美味しい。うん、パンの生地が美味しいよ。これなんだこれ、甘いのの次にしょっぱい。これはもうダメでしょ。うん、やっぱこういう時ってクリスマスのパーティーとかさ、やっぱお酒を楽しむべきかなって思うんですけど、まあ、僕はお肉があったらやっぱお肉食べちゃいますよね。酒より肉、花より団子的な。うん、なんかこのチキンを見るといつもねディズニーランドを思い出すんだよね。もう一回このエクレア、うん、美味しい。この兄さん、ちょっとシャンパンがね少なくなってますよ。次行きましょうか。シャンパンね、ほら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 、おっと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 、あふれちゃうあふれちゃう。スパークリングや。これはシャンパンをね飲んだことはないんですよ、多分人生で。これ持ち方合ってんのかな。うん、炭酸水だからねシュワーってきますね。こんなんじゃ酔わないですね僕は。なんかちょっと気持ちよくなってくるような。これか。うん、お肉はね本当にね筋が結構多いですね。美味しいんだけどね。このなんかもうピロンピロンになってる。これピロンピロンになってる、何これ。残りはねスイーツになっちゃったんだけどね、これ言っていい、シュークリームちょっと取っといたんだけど、これなんかちょっとあれみたいじゃない、ポン、あ、間違えちゃった。これなんかちょっとクリスマスっぽいよね。ということでいただきます。うん、うふふふ、もったいない。おいしい、溢れ出た、溢れ出ちゃったよ。うん、フルーツサンド、やっぱこいつパイナップルかもしれない。フルーツサンドのいいところは甘すぎない。パンの生地がね甘さを中和してくれる。楽しみは最後に取っておきました。シュークリームラストいただきます。楽しい、なんなんだこれ。カスタード本当に毎回美味しいじゃん。うん、溢れ出るカスタード。
酒や。メリークリスマスですね。メリークリスマスの今日はもう週に1回のチートで無事完食しました。あー楽しかった。本当にもういいプレゼントを皆さんもらってください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。